にちは、メイクユーチューバーのヒロミックスです。本日もですね、メイク動画なんですけれども、ディオールクリスマスコフレ第2弾ということで、バックステージから新しく出たアイパレットを使って初見メイクをしていきたいと思います。よろしかったらご覧になってみてください。それではどうぞ。はい、ということで始めていこうと思うんですけど、私アイパレットが新しく発売されるというのを視聴者さんから教えていただいて、まあいろいろ調べてゲットすることができたんですけれども、多分視聴者さんはプラムを買うっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、私もちょっと迷ったんですよ。どっちにしようかなと思って。でも結構プラム系は持ってたからなと思って、ブロンザーの方を買いました。こちらのカラーで、結構意外とブロンザーにもなんかちょっと紫的なものがこう入ってたんで、これでも補えるかなってちょっと思いながら。あと、結構ゴールド系も可愛いなぁと思いながら、もう、で、サイトの画面でしかチェックできなかったんですけど、これでブロンザーの方を買いました。はい。そして、合わせて、リップマキシマイザーとリップグローが出たと思うんですけど、マキシマイザーはね、結構私ね、渋滞してるんですよね。だからね、リップグローの方を買いました。こちら、リップグローですね。で、カラーは、ブロンザーに合わせて、こちらのブロンズの方のカラーを買いました。で、届いてみて、結構ね、薄いね、なんかちょっとキャラメルを薄くしました。花畑牧場のキャラメルですみたいな、そんな感じの色なんですけど、どんな色なのかな？ちょっと出してみようか。出してみるとね、こういう感じですね。ちょっとね、塗った瞬間は透明なんですけど、こう、時間が経つにつれてこうやって赤みが出てくれるような、この、リップグロー独特の、この、水分値で色が変わるよっていう感じのリップかなっていう感じがしている。で、なんかちょっと私、ラメが入ってるのかなって勝手に勘違いしてたんですけど、なんか入ってるような、入ってないような、なんかちょっと、唇に乗せてみないと分かんないね。ちょっとそんなね、ラメがゴリゴリ入ってるような感じではないですね。そういう感じでメイクをしていこうと思います。今日のアイテムは至ってシンプルですね。こちらのアイパレットとこちらリップグローを使ってメイクしていきます。はい、ということで例のごとくすっぴん状態なんで、下地からやっていこうと思います。下地はもう毎度おなじみこちらですね、フォーエバーのこちらのスキンベールを使っていきたいと思います。はい、これ本当なんかね、これ量を調整したらこの下地ね、めちゃめちゃいいと思います。今まで塗りすぎてたんですよね、多分ね。だから少し量をおとなしくして、綺麗にちゃんと均一に伸ばせば、めちゃめちゃいい感じになりました。なんか今までね、なんかそうオイリーだなーってずっと思ってたんですけど、私がただね、つけすぎてただけでした。はい、そういう結論ということで、ファンデーションはこの間紹介しました、こちらのカプチュールトータルの方を使っていこうと思います。これ視聴者さんも良かったっておっしゃってましたね。いや、本当良かった。これ本当なんか私は大好きですね。で、ちょっとこのパフでつけますね。で、パフでつけるようにします。はい、ということで今ファンデーション塗り終わりました。はい、こんな感じになりますね。で、まだね、ニキビの様子がちょっと思わしくないので、まだこれで、まだ会社にはすっぴん状態で行ってるんで、持ちの具合とか、一日つけてみてどうかっていう検証ができてないんですけど、塗った瞬間のこの感じはね、めちゃめちゃいいですね。フィット感がいいし、さらっとこう、なんだろうね、こう、一枚ベールをパーッとこうまとってくれるような、そんな感じがするので、すごく気に入って使ってますね。はい。使ってますねっていうか、撮影の時しか使ってないんですけど、すごく気に入ってます。はい。ということで、私は、違う、コンシーラー。コンシーラー行きましょう。コンシーラーは、ディオールフォーエバーのこちら、2N 版。こちら使っていきたいと思います。はい。ということで、コンシーラーまで終わりました。どうしてもね、ここの、これがね、なんかね、ちょっと黒ずんだ感じに、治りかけが黒ずんだ感じになっちゃってるんで、このコンシーラーではね、なんか、こう、しまえないっていうか、
隠せないんですよね。だからちょっと色がついたコンシーラーとかの方がいいのかなと、なんかねありますよね、カラーコントロールみたいな、そういう方がいいのかなってちょっとね最近思い始めてるかな。だからね、もう少しターンオーバーが早くなって、この辺がバーッとこう綺麗になってくれたらね、いいんですけどね。ちょっとまだ、そういう感じですね。オレンジ味がいいのかな？青みだからね。オレンジ味の系のやつがいいのかもしれないね。うん。そんな感じでございます。はい。そしたら、お粉をはたきたいと思います。お粉は、ディオールフォーエバーのラベンダー使っていきます。こちらですね。私は、筆で使うタイプなので、筆でこうやってモフモフとしていっぱい含ませてはたきながら使っていきます。こんな感じでピッピピッとやっていきます。はい、こんな感じで今お粉まで終わるとこういう感じですね。ちょっと透明感が出るかなっていう感じがしてます。はい、やっぱりラベンダーいいね、本当。なんかやっぱりライトを買いましたけど、ライトだと色がちょっと乗っちゃうんで、ラベンダーだと透明感が出るので本当いいなと思いました。よかった。これはね、確かね、お店でね教えてもらったんですよね。お店っていうか、ディオールのカウンターでお店ってね、面白いね言い方がね。はい。そしたらいよいよアイメイクの方に、はじゃあ眉毛先に行こう。眉毛はこちらですね、ディオール賞のこちら02番の方を使っていきたいと思います。眉毛はもうこれ書き慣れましたんで、こちらでやっていきます。いきます。こんな感じで眉毛が仕上がったら、眉マスカラを使っていこうと思います。眉マスカラはおなじみのファシオ、こちらを使っていきたいと思います。なんかファシオ、この間っていうか、マキアを買いました。はい、だからクリスマスのコフレの動画を撮ろうかなっていう風な感じで思ってるんですけど、もうできっちゃってるよね、情報がさ。だからわざわざ動画にする必要あるかなってちょっと思いながらね、悩んでるところって早く決めないと情報に新鮮味がなくなるので、早く決めないといけないんですけど、なので、ね、ちょっとね悩んでるところでございます。でその中でファッションでなんかね、限定のチークみたいハイライトみたいなのが出るっていうのが書いてあったんで、あれちょっと気になってる。うん、どうかなと思って。まあ、予約受付中って書いてあったけど、なんか普通に売らないのかなと思いながら、ちょっとそういう風な感じでちょっと感じましたね。そういう感じで眉毛が仕上がったので、アイメイクやっていこうと思うんですが、先にこちらのスウォッチを出していきたいと思います。はい、こんな感じでスウォッチ出てきたんですけど、いかがでしょう。こういう感じですね。ちょっとゴムの跡があってすいません。これがね、上3段、真ん中3段、下3段という感じなんですけど、結構ね、やっぱゴールデンだから、ゴールド系に寄せたカラーがやっぱ多いですね。で、結構赤系、プラム系も楽しめるんじゃないかなっていう風に感じで思いはしてたんですけど、意外とゴールドだった。で、どちらかというとこの辺にオレンジが仕込まれてるんで、やっぱりゴールド系かなっていう感じ。そうなるとプラムの方がちょっと気になるんですけど、で、バックステージのパレット特徴がこれなんですけど、一番左上に練りタイプの下地が入ってます。これにも入ってました。だからこう色がつくっていうか下地ね。そういう感じ。で、粉質的にはこれがまあ練りタイプ。あとはね、結構しっとりっていうかね、さらっとした感じの質感でしたね。で、ここが唯一マット。です。マット。黒を、茶色を、バーガンディみたいな、そういう感じです。あとは結構ね、ほのかにラメがこう、入ってるかなっていう感じの、そういう感じのセットでした。はい、ということで、スウォッチをご覧いただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私結構ブロンズでも、プラム系のなんか赤系っていうか紫系が楽しめるかなと思ってたんですけど、意外とブロンズだった。意外とブロンズでしたね。だから、視聴者さんがおっしゃっていただいてたんですけど、ブルーベリーじゃないですかみたいな感じでおっしゃっていただいてたんですけど、まあ、ブルーベリーの方っていうか、イエベの方よりかなっていう感じがするね。
ということで、アイメイク始めていこうと思います。はい、ということで、アイメイクしていこうと思うんですけれども、まずはさっき言ったこちらの一番左上、こちらの練りタイプのやつを下にちょっとね、仕込んでみたいと思います。いきます。あ、結構なんか、ファンデーションじゃないけど、結構こう、くすみを飛ばすような感じになるんだね。うん。二重の、なんか、隙間にこう入らないかなっていう、ちょっとそれがちょっと懸念点がちょっとありますけど、うん。一応ね、こうね、色がつくっていうか、まあ、ファンデーションみたいな感じですよね。下地にこうやってこう乗せて、ここのまぶたのくすみを飛ばすみたいな、そういう意味合いだろうと思うんですけど、飛ばせてるのかな？なんかちょっと不安がよぎるな。なんか、結構ね、意外と私もね、ま、あの、二重の、あの、色素沈着みたいなやつがちょっとあったりするんですよね。この隙、こっちの、ここら辺に。で、それどうやって取ったらいいんだろうって、ちょっとね、悩ましいとこだったんですけど、そういったものをこう飛ばしてくれるんだったら、万々歳かなっていう感じがします。はい。という感じで、今、下地を塗ってみたんですけど、どうかな？まあ、わかんないよね。はい。そしたら、筆でいきたいと思うんですけど、この間と使った同じこちらの筆が結構使いやすかったんで、これを使っていこうと思います。こういうやつね。こちらのカラーですね。こちらのカラー。これを下地に乗せていこうと思います。そしたら乗せていきたいと思います。まずこっち側からね、いきますね。いきます。ちょっと大胆に上の方までバハッとこう入れようかなと思っています。そういう感じでどうかなっていう感じ。うん。入れるとこういう感じですね。あんまりわかんないかもしれないけど、こう輝きが出るかなっていう感じがしますね。でもこの間いつも編集してる時の思うんですけど、こうモニターで見る時と編集画面で見る時とちょっと違うので、もしかしたらしっかり乗ってるかもしれない。手鏡で見てもあんまり乗ってない感じ。なんか輝きだけ、出てて、ちょっと黄みがプラスされたかなっていう感じ。ゴールド色にね。そういう感じですね。ちょっとすぐ横にあるこちらのカラーをちょっと使わせてもらおうかなと思います。で、ちょっとね、この辺が気になるからね、これをちょっとね、乗せていきます。こういう感じでちょっと深みが出る感じになるかな。うん、こういう感じですね。うん、こういう感じでちょっと深みが出る感じ。うん、こんな感じですね。いいんじゃないでしょうか。はい。そしたらどうしようかな。これをこのブロンズをちょっと筆先にちょんちょんってつけて、ちょっと下に囲みたいと思います。下まぶたの方にちょっと囲みを入れていきます。この間結構締まったので、これで結構締まってくれたらいいなというふうに思ってるんですけど、どうでしょう、ちょっと締まるかな。うん、こんな感じですね。どうだろう。うん、結構目がパキッとはっきりしたかなと思います。はい。そしたらですね、締めカラーで、せっかくなんでこちらのプラム系の赤系をちょっと使ってみたいと思います。もうこれ本当マットっていうか、本当お粉なんでマットの、結構ねかけると思うんですよね。塗るっていう、乗せるっていうか、かくっていう感じになるかなっていうふうに思うんですけど、結構赤みが、あ、でもちょっとあれだね、ちょっと筆でこうトン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 とすると分かりますかね、ちょっとこうラメに光るかな、分かるかな、ちょっとラメに光りますね。だからこれちょっといいかもしれないね。ちょっとこれ入れていきますね。ちょっとこうやって間に、この隙間に入れていってみると、
で磨けばピカッて光る感じですね。完全マットかと思ったけど結構そういう感じだった。でこの辺にこうはみ出させてみるのもいいかもしれない。なるほどね。あ、ちょっと違ったね、思ったよりも。よかったよかった。ちょっとね、このね、赤みを下からこっちに入れました。そっちの方がいいなと思いました。今私こっちの方がいいなって。意外とマットっていうかちょっとラメが入ってたんで、それでもちょっと輝きが増してちょっと統一感が出るかなっていう感じがしてます。はい、こういう感じですね。そしたら最後、ラメを足そうかなと思うんですけど、なんかね、切れ長ないい感じのメイクになってるんで、ちょっとゴールドを足そうかなと思うんですけど、どっちがいいかな。こっちがいいな。こっちのラメ、こっちのラメを指にとって、あ、指どうしようかな。この間筆の方が良かったからちょっと筆で取ってみようかな。指だと結構ごそって乗る可能性が高いので、これを筆で取りまして、ちょっと様子を見ながら筆で入れていこうね。ちょっとこれで様子を見ながら真ん中の方に入れていきます。やっぱり筆の方がコントロールしやすいですね。はい、今まで指で入れてたけど筆の方がコントロールしやすいわね。だからこれで結構こう、層を作る感じですかね。ゴールド、赤み、ゴールドみたいな感じで、奥行きが出るような感じに仕上がったかなっていう感じ。こういう感じです。はい、こういう感じに仕上がりました。はい、そしたらアイメイク他のパーツをちょっと一気に仕上げていきたいと思います。はい、ということでアイメイク関係が仕上がりました。ちょっと色が戻ってきたかななんかさっきちょっと色がおかしかったような気がしたんですけどね。でうまく見せれなかったらすいません。あとファイナルルックでちゃんと色は見せますんで、はい、申し訳ありません。でチーク行こうと思うんですけど、チークはねこの間限定で出てたっていうか片押しが限定だったんですね。私知らなかった。コメントいただきましてありがとうございます。チークブラッシュの601番ですね。逆に良かった、既存色で。なんかこれから使えるんで。なんか限定だったらさ、ほらなんかちょっと限定なんですけどっていう感じになっちゃうけど、既存色だったらどんどん使えるからいいかなっていうふうに思いました。で結構ほら言ったけど、オーロララメがなんかちょっとこうテカテカみたいな感じになるので、何か特別な時とか、マスクで隠せる時とか、なんかそういう時とかに使えるかなっていう感じで入れていきたいと思います。はい、こんな感じで、トン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 と入れていきます。あんまりやるとちょっとどうかなっていう感じなんで、うっすらぼんやり入れていく感じで入れていきます。どうでしょう、こんな感じで少し血色が出たかなって思います。はい、そしたらリップなんですけど、リップはさっきのアディクトリップグローを使っていこうと思うんですけど、どれくらいちょっと今塗って発色するかっていうのをちょっと、ね、試してみたいと思います。色はほんとねキャラメルみたいな色してるんですけど、いきます。こんな感じですね。結構プラム系に光るね、色が出ますね。結構ね、私の唇も結構赤めなんですけど、結構最初透明で塗ってるうちに結構ね色が出てくるかなっていう感じで、リップって感じにするといいかなって感じで、塗り心地ももう安定の塗り心地なんで、カサカサのこのリップ代わりに使えるかなっていう感じ。ちょっとラメが入ってるかなっていう感じなんで、日常使いがバッチリだと思いますね。だからそんな感じがする。いいですね。はい、なんかいい感じに仕上がったと思います。ということでファイナルルックはこんな感じです。
はい、というわけでファイナルルックまでご覧いただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。本日はディオールバックステージから新しく発売されたこちらの iPalette 006番のブロンズを使って初見メイクをしていきました。で、私が結構なんかブロンズと言いながらプラムも結構入ってるかなと思ってはいたんですけど、結構ブロンズブロンズだったね。だからプラムを欲しい人はプラムを買った方がいいと思います。なんか私がなんか二頭追うものは一頭も得ずっていう感じの、でしたね。はいはい。ということで、でもね、すごくね、使いやすい色、日常使いしやすい色かなと思いますので、どんどん使っていこうと思います。あとはこちらのアディクトリップグロー。こちらはブロンズで良かったかなっていう感じ。プラムの方も気になってはいたんですけど、私の唇にはこれで結構いい感じで乗ってくれたんで、いいかなと思います。なんかナチュラルな感じで仕上がるんで、これはね、今までのリップグローの中では一番お気に入りかなと思います。なんだっけ、普通のさ、ローズウッドとか、ああいうのとか持ってましたけど、結構蛍光系に光っちゃったりとかするんですけど、これ結構ナチュラルに仕上がるんで、結構ね、お気に入りです。これ使っていこうと思います。はい。そんな感じでした。感想です。はい。何かの参考にしていただけると嬉しいです。はい。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。